はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、パズドラ学園上級やっていこう。で、上級の編成組んだんですけど、まあ、これメダル集め、まあ、このなんとか姫なんとか系とかもいるし、まあ、メダル集めかな、結構この金とか銀のメダル集めやっていこうか。で、一応編成組んで、めちゃくちゃ低難易度編成かな。で、本当にアシストとかも全くこれいりませんね。全くシワダルにこれアマージュとかつけてるけど、これはね、正直学園コロシアムで使ってるだけなんで全くいりませんね。本当にいらない。で、とにかくスキブをもう17以上盛ることがいいのかな。で、バッジがね、これバッジが自由なんで、まあこれもしかしたらゼローグナイト、ゼローグコアインフィニティがいなかったら、まあこれバッチ落ち込んなしバッチにしてもいい、持ってる方は落ち込んなしバッチにしてもいいかなと思ってる。で、今日はこの、まあ、一応バッチ落ち込んなしバッチない人用にちょっとこれ HP にしてる。で、レッドアースコーレムね、スキブプラスにしてます。まあ、コンボドロップでもいいけど、まあ、スキブプラスが無難かな。で、上限解放とか振ってるけど、まあ、特にいらんかな、そんなになくていい気がする。で、ゼローグコアね、ここは10ターン落ち込んなしするんで持ってきてる。この10ターン落ち込んなしっていうスキルがやっぱ強くて、これがやっぱね、周回速度上がるんでおすすめかな。まあ、持ってなければ何ターン、5ターン、6ターン続く落ち込んなしのスキルでも OK。 で、ウェルドール、ここはスキブ枠ね、ま、もう何でもいい、もうスキブ6個とか、まあ、6個以上あるキャラだったらもう何でもいいかな、ウェルドールね。で、シボドラ超下し、で、このアシストいりませんね。アシスト本当にいらないかな。まあ、列武器とかでもいいかもしれない。あんまりなくてもいいけど。で、これ 1.5 ついてる。ダメージ吸収貫通だけど、あ、そうだ、ちょっと PDC 貼ろっかな。そう、横画面にして PDC 貼ってみては、貼ってみようかなと思ってるわ。で、ここ、ダメージ吸収貫通で。で、あ、違う、上限解放でいい。上限解放で OK。ここ本当に何でもいい。まあ、キラーも特にいらないし。まあ、上限解放がおすすめかな。まあ、別にこれダメージ吸収貫通でも全然、まあ、なんとなくいける、まあ、全然いけますっていう。で、2体目超下し、アマージュはいりません、全くいりません。で、上限解放を振ってマシンキラーもいりませんね。で、本当に3体目も超下しで、これもつけてるけど、本当にごめんね、本当になんかお前横着のやつやなって感じがするけど、これシバドラあれなんだ、学園コロシアムで使ってる編成が名残でついてるだけなんで、本当にまあ上限でいいし、マシンキラーはいらないし、このレッドか、この武器もいらないかな。で、フレンドがね、ジャミラス、まあやっぱりこれ無課金キャラ、全部無課金キャラか、すごいね。で、スキブプラスにしてますと。で、列武器ですね、もう適当な列武器で OK。 で、上限解放振ってますと。で、まあ、とにかくスキブを17以上かな、初手シバドラがたまるように17以上盛ることが大切かな。で、今日はさ、今日ね、あれだ、ちょっとパズドラ学園上級とこの初級ですね、初級もこのダンジョンキャラ、ギガンテスとかダンジョンキャラが結構ね、落ちてめちゃくちゃいい優秀キャラ結構いるんで、で、結構これやっていこう。この初級も後で、上級終わった後に初級もの動画も載せようかと思ってる。で、上級ですね、ここやっていこう。よっしゃ、やっていくか。まずシバドラ打ってこう、もう簡単めちゃくちゃ簡単に周回できる。で、シバドラ打ってで、まあ、ずらす先かな。本当にこれ、まあ、ロックドロップやってくるかと思うので、若干めんどくささがあるかなって思ってる。まあ、そんなに大したことはないけど。で、本当に銀と金しか落ちん。銀、金しか落ちんので、かなりね、これ、まあ、周回しておいていいかな。周回しておいて、あと、で、この交換状、イベントの交換状がさ、まあ、いつも通りのなんか、二次メダル、二次チケットか何枚か、二次の学生証か。5枚集めて、で、交換するみたいな感じのイベントなんで、まあ、それやっとくべきかな。やっとくべきですかね。で、これ打って、ロック解除して。で、スラス。で、そうね、まあ、あんまりこの、二次メタルキャラは、そんなに、使い道があんまりないかもしれないけど、やっぱりパズドラって、どっかで使われる。どこかの時、ランキングダンジョンとか、ランダンとか、レベルクエストとか、いろんなところで、絶対この
武器、この武器使わねえだろっていう武器も使うことがあるんで、でもしねこれ毒耐性、これ毒やってくんじゃん、毒やってきた時これめんどくせえなっていう方はこれウェルドールに毒耐性プラスの武器つけてもいいかなと思ってる。まあ俺はこれなくてもいいんで、なくてもそんな大丈夫かと思ってるんで、まあ気になるようで、気になる方がいるんだって、気になる方だったらなんか日本語おかしいな、気になるようでしたら毒耐性プラスの武器つけてもいいと思ってる。でここは遅延食らうけどダメですがもう溜まってるんでずらしたいわけかな。今死亡ドラをずらしたいよって方はまあこれ遅延にした方がいいかな。で倒していいね、これで周回できました。で金とか金やっぱ落ちやすいな、最近のこの上級とかめちゃくちゃいいね、めちゃくちゃ周回しやすくなってるね。でこの初級をちょっとやっていこうかな。これですね、このベロアキティ、まあ、もしくはベロアでも OK、まあ、あのフェスゲンのベロアでも OK だし、まあ俺はちょっとベロア1体しか持ってなかったんでこのベロアハローキティね、ベロアキティにしてるんだけど、これに、暖房武器、暖房昇格戦にしてスキブのこのプルトスのカード、スキブ、ダメージ、スキブブレスですね、スキブの武器のブレスをつけてますね。でちょっとこっち見ようか、ごめんねこっち見るか。でこっちで、でバッジがですね、とにかくもう何でもいい何でもいいし、本当にランク経験値、まあ、余ってるんで、バッジが余ってるんで、まあ EXP でいいかなと思ってる。でこれはスキルマがいいかな、スキルの合法総合計が27、27あってフレンドも合わせると29か、29あるんで29になるように調整する感じがいいかな。でまあスキルマにしておいてもいいかもしれない。でこれスキルマプルトスつけて、でカネゴンね、カネゴンは暖房3つ持ってますね、聴覚性で暖房もつけれるし3つ持ちにできるっていうのがすごく強い、お腹鳴りました。でこれプルトスがこれやっぱ同じくこれ強いと、プルトスつけるのが一番いいかな本当にこれで、あとカネゴン2体目も同じですね、暖房武器つけてプルトス、スキルマプルトスで、ボアハンコックはスキブプラスにして、スキルブーストプラスにして HP 強化プラス入れません、これ全く入れませんね。でプルトスと、まあ、全く同じくもうプルトスつけてるだけかな。でこれはあれだ、フランキーもプルトスつけましょう、まあ、プルトスつけて、これですね、プルトスやっぱ強いね、このプルトスやっぱもう重宝されっかなこの周回で。でフランキーはスキブプラスにして、まああんまりもうスキブ盛りすぎてもあんまりあれだと思うけど、まあスキブでいいかな。でプルトスつけて、まあ、これで周回していこうって感じで、お邪魔耐性いりませんね、遅延もいりません。でフレンドがこれですね、まあ、これカイドウつけてるけど、正直今回のパズル学園初級がバトル5なんだ、バトル5なんで余っちゃうねスキルが余っちゃう、バトル6か、バトル6だけど、まあ、カイドウの、まあ、カイドウじゃなくてもいいかな、正直カイドウがやっぱ強いんで、かける500倍の超高火力ブレスなんで、まあ、やっぱりこれ、まあ、カイドウがいいと思う、まあ、ボスはね1体しか出てこないから単体攻撃でいいと思ってるんで。でこれポチポチですね、初級はポチポチかな、初級ポチポチで、ちょっとこれめんどくさいのが、ここはちょっとどう頑張っても根性切れないんで、もうこれはしゃあないね。で、3回ポチ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 して、 OKOK で4回もポチポチで、ギガンテス倒してポチポチで、フランキーね、フランキーも5回で打ってポチポチで倒して、であとカイドウ打って終わりですね。うん、やっぱりこの初級はやっぱメダル集めにくいか、初級はやっぱり若干集めにくいか、このやっぱダンジョンキャラか、ダンジョンキャラは集めやすいけど、どっちも、あこれいいね、やったこれギャラ達ゲットで、このヘラウルズめちゃくちゃいいね、俺まあ昨日出した動画でヘラウルズをリーダーにして学園コロシアムクリアしてる動画あるんで、まあもしよければそっちも見てほしいんだけど、まあ、この武器もやっぱ取っておいた方がいいかな、泥強だし 10% 減少もなかなかなんか使い道ありそうやしって感じで、これは結構取っておく価値はあるかなと思ってるわですね。であとこの無課金キャラもいっぱいいるとですね、あと、まあ、こんな感じで終わろうかな、まあ、今日は、まあ、こういう感じの動画作ったんだけど、まあどうなんかな、需要あったら嬉しいなと思ってるわ。よし、あとそうね、あとで、あと交換所、この交換所でこの学生証、身分証とか学園通知表とかね、通知表とか学園生徒手帳とか、これがまあ交換できるんで、これ教科入ってないのか、入ってんのか、まあ、ちょっとこれも交換できるんで、ぜひともこれ交換しておこうって感じかな。よし、終わりましょう。もしよければチャンネル登録、高評価お願いします。じゃあねー。